いは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 い、釣り目それ俺もやんなきゃダメ。おおおおお、それ中だよ今日はね。おい、なんか突っ込んでくれよ。今日の企画はですね、はい、久々に大食い企画をやろうと思うんですよ。おお、はい、嫌です。知ってる？うん、知ってる。最近俺めちゃめちゃ小食になってっての知ってる？うん、あ、知ってるよ。あ、だからもうそれでそういう企画を持ってきました今回。あ、なるほど、小食、はい、の俺でもできるってことですね。そうそうそう。ということで発表したいと思います。大食いの激安寿司 VS 小食の高級寿司だったら攻撃力どっちが勝つ？ということで、まあね、もう本当タイトル通りですよ。はいはい、はい、僕が、はい、激安の寿司を食べて、空が高級寿司を食べて、うん、果たしてどっちが攻撃金額が上に行くのかっていう、ね、対決ですね。はい、朝食でも高い寿司だったらめっちゃ高くなるかもしれないし、そう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 、安い寿司でも大食いのお前だったら高くなんじゃねえかって、うん、そう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 、素晴らしい企画ですね。そうそう、もしこれで負けた人は罰ゲームがあるんですよ。はい、実は罰ゲームあるんです。あんの？はい聞いてないんですけど、もし攻撃金額が負けた人、1週間夜寿司生活。うまだ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 日は落ちてくれやしない。まだまだあるまだあるまだまだある。ここでいいだろう。もしくは1週間寿司のかぶり物生活。ほうあのね、本当に食うのが嫌だったらかぶってほしい。かぶれってこと？あ、だから攻撃金額は負けた方がかぶれっていう。どっちもやるってこと？どっちか選べる、まあ、選べるってこと、ね、そうそうそう。ルールとしては制限時間なしで、もうギブアップっていうところまで、はい、うーわー、もう自分との戦いじゃんこれ、はい、なんで今からちょっとまあ各々別のお店に行ってちょっと食べていきたいと思います。はい、はい、じゃあそれでは行ってきましょう。ちっちゃいね君は。見て、あれ急にちっちゃくなってちゃう。ということで今時刻は15時36分です。はい、はい、じゃあ今からね、スタートしたいと思います。ここはですね、くら寿司です。おなんで、はい、だいたい100円ということで。そうですね、まあ、100円のお皿をめちゃめちゃ貯めていきたいと思います。はい、1貫目は何ですか？まあ、キノコですか？いや、それ俺の頭や。1貫目はマグロです。マグロ、はい、じゃあそれじゃあいただきます。じゃあこれ食べたらスタートということで、はい、スタート。うまっ。うまい。うん、一番好きなのマグロだ、寿司で。うん、何？違う。何？お稲荷さん。はい、はい、最初に行かなきゃの手渡し。はい、手渡し。実は今日のために何も食ってないんだけど。いやいやいや、ん？さっきドーッとタピオカ飲んでた。タピオカジュースだから。いやいやいや、明日7皿緊張ですね。いける、まあいける。やっぱりお腹に来ないやつがいいんだよな。頼みますか？僕のチョイスでお腹に来なそうなやつ。何？いや、それはお楽しみで来てくれ。やばいやばい、死ぬよ。あー、いい、来ました。やばいでしょこれ。ちょっと待って、これはあ、えぐいよ。ヒレ焼きフィッシュ。これ違う？すごい、すごい。じゃあ僕が責任を取ります。じゃあ
めっちゃイケメンや。おい、どうしました？きついです。きつい。ギブアップですか？ギブアップ。すげえうまい。ちょっと、これがスパイになってきた。パンパン。完全にパンパン。結果発表ということで、はい、食べてきましたか？もうね、最高でした。なるほどね。ありがとうございました。いやいや、こちらこそありがとうございました。今まで作ってきた寿司は寿司じゃないって思ってしまいました。それも敵回してるよ。いろんなチェーン店敵に回してるよ。はい、俺はちなみに、はい、くら寿司に行きました。なるほどね、はい、くら寿司。くら寿司行ったことあるよね。あるよ、あるよね。マスクめちゃくちゃ美味しかったよね。めちゃくちゃ美味しかった、はい、普通に美味しかった。空はどこ行ったの？俺は友達に紹介してもらった地下にあるすごく近いお寿司屋さんです。なるほどね。ちなみに、はい、食った寿司の数だけ言っていい？僕14貫です。ああ、なるほどね。僕は多分28貫。うわめっちゃ食っとる、はい、めっちゃ食っとるやん。で、プラスあお味噌汁と、うん、あと、なんていうの、茶碗蒸しと、うん、あそういうのも俺も食べました。お互いの合計金額の方は裏方に伝えてあるので、はい、じゃあそれじゃあ早速もね、いやー怖っ。じゃあそれじゃあソロさん来てください。で、ちなみにおさらいしておきますと、まあ、この勝負は合計金額が上の人が勝ちってことです。はい、はい、これは。じゃあそれでは高い方の腕を上げさせていただきます。これ本当にあれ寿司生活か寿司の香りもんだったよね。どっちか。それはもう勝者が決めてください。やば、野球部くらいの数じゃねえ。食ったよ、結構。僕の金額は2552円。はぁ、そう、頑張りすぎじゃない？え、じゃあやばい。いくら僕、うん、やばそんな無理だろ。勝てねえよ。嗅覚だけでドン・キホーテの高額商品を探し当てろ。だいたい差額約2万2000円です。やばっ。希少。どんだけ美味しいもん食べたの。寿司でそんなけのってなかなかないよ。2万4000円も、うん、異次元だったの。あ、ほんとに、うん、お、結構すぐ近くにあるよ。あ、そうなんだ。あの、どういう感じ、あの、カウンターがあって、なんかそれなんかあの、マスターっていうかなんか、あ、板前の人、板前の人がで、目の前で握ってくれて、あ、なるほどね。一個一個乗っけてくれんの、うん、なるほどね。パパッパッ、めっちゃいいじゃん。こいつジェットコースターだからね。ふわーってきて、シャーってシャーンってきて止まって、受け取ってくださいって言って、受け取ってボタン押してふわーって。そうだね。じゃあ次は、うん、高級フレンチ VS、うん、サイゼリアで待って、うわー戦いましょうよ。マキフラ出てないわ。いつか勝つ日が来るかもしれない。いや、勝てんよ。勝てる日が来るかもしれない。じゃあ、ちなみに、じゃああれだ、罰ゲーム。罰ゲーム、うん、え、選んでいいの？選んで、うん、いいの決めて。いいよ。え、じゃあ、うん、寿司しか食っちゃダメ。1週間朝から晩まで。つら。カロリーメイト生活と同じ要領。つら。寿司しか食っちゃダメです。うん、じゃあということで、あの、1週間寿司生活ということで、皆さん、僕はまた太ります。それでは皆さん、バイバイ。バイバイ。1週間後会いましょう。Woo!